ずっとねやっぱ表情がね役に入ってらっしゃるのかこういう方なのかどうなのかっていうのをちょっと探り探りでいたんですけども、ちょっとメイさん、メイさん、あのなかなかちょっとお話する、あれなんですけども、いろんなタイプのお兄さんが周りにいるドラマですけれども、メイさん的にはこのお兄さんは頼りになるなとか、こんなお兄さんはいらないなとかありますか？質問がすごいですね。そうですよ。こんなお兄さんはいるといらない、こんなお兄ちゃんだったらちょっと困るなとか、むしろこんなお兄ちゃんだったらいいなみたいな存在の方っていらっしゃいますか？でもみんな本当に、あのでもあ、そっか、でこのお三人にはお会いしないんですよあんまり。あ、そうそうそう、現場で。そうですね。そうか、だから3回目4回目ぐらいなんです、今日会うの。はい、なので、いや、いらなくはないんですけど。あれ、いらない、まあ、だから違う違う、三人はいらない、違う違う違う、要はいてもいなくてもどっちでもいいです。違う違う、いてほしいんだけど、まだどういう方かちゃんとしっかり分かってなくて、いい人たちなんです、いい人たち。すごく優しいんですけど、そういう部分で言うとまだ分からないなっていう。わかりました。じゃあお兄ちゃんだったらいいなっていう方でいきましょうか。ちょっとやばい、やばい、ちょっとやばい。該当者なしもじゃあアーリーでいきますけど、え、お兄ちゃん、久保田さん、あ、本当に、うん、それはどうして、お兄ちゃんみたいだから。違う、なんか違う、いや、なんかわかんないんですけど、すごい迷ったんですよ。ちょっとすごい横でなんかすごい、あの、素敵な瞳で見つめてくれて、いや、迷ったんですけど、あのなんかいつも、お前はもう波紋だな。じゃあいつまでもちょっとなんか先生や刑事さんでいてほしい、うん、いてほしい。先生は前。前だね。監督はそこ。だって監督も一緒なんですもん。そう、だからちょっといつまでも先生でいてほしいなっていう。この間だって現場中ですよ。はい、先生、いや先生じゃねえよもう。ちょっと間違えちゃう。はい、先生っていうのが口についちゃって、だっていつも先生先生って言ってたから、うん、つい先生ですよね。そうだね、うん、三浦さん、はいはい、めっちゃ可愛いですね、メイさんの先生っていう感じ。可愛いんだよね、ずるいよ ね、 ね。今日帰ったらカルピス飲もう。やった、お願いします。ぜひ売り上げに貢献。さあ、それではですね。なんだなんだなんだ、あれあれ、面白いね、もうね。最高だね。それでは今日はですね、本当すいません、あのライブ、 LINE ライブの向こうにもたくさん見てくださってる視聴客さんもたくさん、そしてね、こんなに記者の方がたくさん来てくださるっていうのは本当に珍しいぐらいありがたいことということで、あの記者の方から代表で質問を受け付ける時間を設けたいと思うんですが、どなたか質問ある方お願いします。すぐ上げてくれ、ありがとうございます。じゃあそこのお姉さんお願いします。このシーンってなる空気やだね、さっきまで盛り上がってたのにね。テレビガイドです、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんにお伺いしたいんですけれども、皆さんが何かとんでもないことに直面したときに、逃げますか、逃げませんか、また、この中で一番逃げそうだなと思う方を挙げていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。誰からいきますか。誰からいきます。あ、逃げそうな人をもうせーので刺してみたらいいんじゃないですか。じゃあそれいきましょうか。みんな腹決まってんじゃないですか。いいですか、見回してみて。あ、今回はね、もうすごくとんでもないこと起きてましたよね、ドラマで。そういうことが起きたときに、この仲間全員でいました。なんで一目散に。なんで今、なんで私びっくりした。一目散に我先に仲間を置いて逃げそうな人は誰でしょうか。じゃあせーので指さしてみましょう。せー、何、どうしました。役とは関係なしにってことですよね。はい、はい、個人的にお願いします。はい、せーの、この人だ。やっぱもう満場一致だもんね。絶対俺だと思った。いや、そうだよね。さあ、かわいいかわいい系のキノコ頭がトレードマークの丸、はい、丸役ですけれども、浜さんはどうして、
じゃあご本人の弁を聞く前に指を指した方がどうして指したかちょっと聞いてみましょうか。じゃあ代表して久保さんは誰を指さしました？僕そうですね、ショーナですね、はい、どのあたりが逃げそうな、うーん、頭じゃないですかねこれカツラですからそうだね、そうだね。水川さんは、なんだろう、もう雰囲気いかですかね、雰囲気が、うーん、ちょっと葉山さんやばいですねこれはね。いやでも間違ってないです、僕も自分のこと指さそうかなって思ってたので。そうです、まあ逃げますよね何かあったら真っ先に仲間。僕逃げられたことあります、すでに。はい、どんな時に。あの、僕事務所が一緒で、はい、15歳から僕入ってるんですけど、1年2年後ぐらいに入ってきて、だずっとその10代の時から一緒だったんですよ、うん、で事務所一緒なんで、そのいろいろ一緒に過ごすじゃないですか、はい、でまああることでマネージャーに2人で怒られる時にこいつ逃げましたからね。ちょっとこれはでもリアルにえーっていう声がして笑いにくい。そうそうそう、だからもう俺一人で、あ、いや、あいつは悪いんだけど悪くないんですよみたいなことを言って丸は本当まんまかなっていうところもあったりとかするので、ちょっと複雑なんですよね。すごい開き直り方、はい、いやもう開き直るしかない。だから本当丸もどうしようもないんですけど、まあ、僕そこまでどうしようも、まあ、似てるところもあるので、だから本当これ嫌われるんじゃないかなっていう、はい、そこはね愛嬌で乗り切るでしょ。はいありがとうございます。記者の方もう一人ぐらい来たかったんですが、ちょっとお時間が来てしまったということで、質問は以上にさせていただきたいと思います。葉山さん、なんかごめんなさいね、最後の質問。大丈夫です。もう一問ぐらいいただけたら。もう一問ぐらいいきましょうか。じゃあ、 三浦さんがぜひにということですので、もう一方いきますか。あ、じゃあお願いします。ありがとうございます。久保田さんと長野さんにお伺いしたいんですけれども、最近やらかしてしまったとんでもないことみたいなことがあれば伺いたいなと思います。さあどちらからいきますか。何をレクチャーされてますかどちらからいきますか。メイはなんかこの質問に答えたくないそうです。違う違う、答えたくないんじゃなくて、ちょっとやらかしたっていうのが今パッと浮かばないなっていう。あ、はい、やらかした、はい、まあでも本当にあの見てご覧になるようにみんなすごく自由にお芝居しているので、うん、変な話、まあ、あまりつながりとかね、そんなに気にしてないんですけどね、まあ、ちょっと違いますみたいな感じでちょっとやりすぎてですね、はい、記録さんにちょっと怒られちゃったなんかちょっともうなんか雰囲気がそれ伝わってきたりとか、うん、やらかしてることは結構ありますよ、うんうん、この作品でね僕役者人生で初めてケツ出しましたからね、はい、結構、はい、まあ、この先お楽しみにいただければと思いますけど、まあね、ケツなんか見てもしょうがないと思いますけど。そんなことないです、はい、もう色めき立ってますよ。もうケツ出しちゃったみたいな感じで、もうなんか役者で、やもうまだね十数年ちょっとですけど、もうなんか恥ずかしいとか一切なくなっちゃいましたね、うん、の見たければどうぞみたいな感じで今は出せないですけどね、さすがに公共の場ですからね、あれですけれども、はい、ありました。お、来た、よかった、繋いだ繋いだ繋いだ、オッケー、よし、行った行った。さっきなんか LINE ライブでも言ったんですけど、あの昨日ホテルに泊まったんです夜。それで、あの眠くてコンビニとか行かずにそのままホテルの部屋に入って、ホテルって何でもあるっていうイメージだったんで、なんか自分が欲しいもの全部揃うみたいな、なぜか勝手に勘違いしてて、部屋に入ったらそのメイク落としとか化粧水とか何もなかったんで、とりあえず洗えるものが欲しいって思ったら目の前にハンドソープがあったので、ハンドソープで顔を洗った時に顔がカピカピになったのはやらかしちゃったなって。もうかわいい、もうかわいい、かわいい思いました。いいですね、すいません、どうでもいいこと。いやいやいや、もうそれはぜひ聞きたいお話でしたよ。でもその僕と絶対思ってないですよ ね, ねそれが聞きたかった。絶対思ってないと思う。絶対聞きたかったです。あ、聞きたかった、ね、めいちゃんがホテルの部屋でどんな風に顔洗うのかも知りたいぐらい。いやいや、絶対嘘、絶対嘘。でこれ最後に質問をやろうと思ったら、やっぱ三浦さんのね、あの提案で一人ということだったんで、最後三浦さんに、とんでもないこと、最近あったとんでもないことを教えていただいて、その後、フォトセッションの方へと移らせていただきたいと思いますとんでもないことですか、はい、そうですね、やっぱり僕今、ね、あのペットのドラマもやってるんですけれども、
この間向こうの現場に行った時にこっちの台本を持って行ってしまって、あのその覚えてたのが全部こっちのセリフだったんで、その日すっごいセット入りセットのバーって撮らなきゃいけないシーンが多かったんですけれども、うん、一切覚えてなくて、もうそこですごくテンパりました。はい、真面目に最後は終わろうと思います。はい、もうそれはとんでもないことですけど、こっちの現場に迷惑がかからなくてよかったですね。よかったです。はい、なんか個人的な憎しみでもあるんですか。最後の俺のいらないでしょ今の。なんか僕ら嫌われてんのかなみんなね。そうなんですかね。すごい好きです。なんかね、すごい興味なさそうな感じだよね。すごい面白い方だな。急にバーン突き放されますもんね。すごい面白いわ。さあ、それではこれよりですね、マスコミ用の写真撮影に移らせていただこうと思います。皆さん、皆さん目線そのままで聞いてくださいね。見えないと思う。